よし、オーズポートまで来ました。で、ここでお笑いなんたらトリオ、お笑いなんたらトリオに会えばいいってこと？どこにいるんだろう。とりあえずホテルとか探索してみますか。と、お、いたいたいた、謎の3人組、発見発見。はい、俺はポンコツスマイル。ポンコツスマイル。スマイルは SMILLY。L は3だね、はい、珍しいだろ。そうか、そうかな。そっちの2人がゲラとニコだ。はい。おめえさんたちのことならカマー補佐官から聞いてるぜ。おお、今は亡き人形使いのデータが欲しくて来たんだろ。はい、渡してください。悪いけどお断りだ。あ、そうなんですか。もちろんに同行できる相手じゃねえし、それにな、うん、万に一つおめえさんたちが人形使いに勝ちでもしたら、俺たちは足台ぶ丸損だ。あ、そうなの。一応俺たちに何かあったら、その時にはおめえさんたちにデータが届くようにしとくよ。そっかそっか、ケンとリンダが倒しちゃったら仕事奪われたみたいな感じになるってことか。それでいいだろ。手を打ちますよ。あ、悪く思うな。俺たちも生活とプライドがかかってんだからよ。まあそれはまあ仕方ねえと。とりあえず人形使いの噂話くらいなら今すぐゲラとニコが話してくれるね。ああ、それはありがたいな、失礼、ちょっと電話が来てました。人形使いってのもかわいそうなやつさ。産後の日立ちが悪かったらしくって、愛する女房が行っちまって、おまけに忘れがたみの一粒種の子、一粒種の子は、心臓の弁だかどこかに重度の障害を抱えてて、明日をも知れぬ命ときた。悪魔に心を売りたくもならな。はあはあはあ、悲しい過去があったんだ。子供の手術代欲しさに自分の生命工学の研究成果を戦争好きのバカたちに売りやがったんだよ。なるほどね。スマイリーの旦那の顔があんな風になっちまったのも奴のお人形たちのおかげ。ああそうなんだ。連中のやり方めちゃくちゃさ、ちょっと分が悪くなるとすぐ自爆、周りに女子供がいても関係なしよ、自分の命も 花紙みたいに使い捨てる。まあテロリストとしては最適な性格とも言うけどな。心にも体にも痛みってもんを感じないんだよ。ああなるほどな。人造人間ってやつはよ。へえ。ところでおめえたち、1億3865万1408って何の数字だかわかるかい？さっぱりわからん。人形使いにかけられている賞金の総額さ。すげえ。今までに奪った玉の数だ。え？そんだけの人、まあ、動物も殺してんのかな。殺しすぎじゃね、それはさすがに。それさすがに殺しすぎじゃないかな。国丸ごと一人で潰したみたいなもんじゃないの。で、ああもうそんだけか。ちょっとお笑いなんたらとかニコとかゲラとか言うから、もっと面白おかしい話をしてくれるのかと思ったら、すげえ真面目な話だけだったわ。終わりか。でどうしたらいいの。どうしたらいいんだ。お、サチコさん、さっちゃん。あ、こんにちは。さっちゃん。リンダさんも無事だったし、近いうちにお父様とミナゴにお墓参りに行くことにしたの。えらい。それでお花を買いに来たんだけど、お店の場所がわからなくて困ってたんです。わかる、お花どこに売ってるかわかんないっすよね、マジで。お花屋さんをご存知ですか？え？公園のテントで売ってんの？花壇から盗むって、花壇作ってるのは幸子さんですからね。公園のテントで売ってんだ。いつもいろいろ教えてくれて本当にありがとう。いえ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 、さっちゃん、さっちゃんすげえ怪しいよ君こいつらとなんか取引してんだろさっちゃん。もうつーか幸子さん人形使いとつながってる説自分の中であるからな幸子さん、ん？彼女素直ないい子よね。うん、そうよ。
俺もそう思う。怒らないから白状なさい。タイプなんでしょ。そうだな。あら、そうなの？めちゃくちゃタイプだわ。今度彼女に会ったらそう伝えといてあげるわ。おうおうおう。こんなゴタゴタが片付いたら、そうね。私、一度三角関係でボロボロのドロドロってやつ経験してみたかったのよね。やめろよ、腕っぷしで片付けるなよ。人生短いんだし、いろいろ楽しませてもらわなきゃね。ねえ、ケン。もう案の定怒られたじゃないか、リンダさんに。ちょっと待って、公園…あ、サチコさん、ワープした。やっぱクローンか、サチコさん。ちょっと追ってみるか。追ってみよう。ちょっと待って、もう一回笑い三人トリオのとこ行ってみる。あ、でも状況は変わってないな。まあいっか、公園でお花売ってんのか。お花屋さんなんてなくね。お花屋さんねーは、やっちまった。あー、これはやっちまった。幸子さんに嘘情報流してしまった。江守先生にでも会ってみる。リンダさんを連れた状態で。はい、ごめんください。リンダさんを連れて、あれ、いねーいねーってことはもう本当にやることないの。あ、来た。誰でしょう。あ、エモ。これはエモい。あ、エモイです。エモエモのエモ。術後の経過はどうかな。元気そうですよ。久しぶりに休暇をもらって、うん、自宅の方に今いるんだがね。ほう。リンダさんの回復も気になるし、うん、検診方々遊びに来ないか。ほう。君たちなら大歓迎。ドギファの東J17 のトンネルを抜けた先だ。はい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 。ヒョウに気をつけてくるんだよ。いや、ヒョウ怖かったな。なるほど、南エリアのドギファの近く。でも金がねん。留守番また来た。なんだ、全然金が足りないから。適当に動物買って季節過ぎるの待ってたんですけど。うわぁ、同じタイミングで2つの留守電が来た。誰だ。パラサイド。パラサイドのじじいじゃよ。お前か。もう仲ようやっとるようじゃの。はい。夫婦円満。何よりじゃ。何一応耳に入れとこうと思ってな。お前さんたちがホテルで会った例の賞金稼ぎじゃかな。はいはいはい。やられたぞ。ん、人形使いっちゅうんはわしよりえげつないようじゃ。油断すると死ぬるよ。これちょっと幸子さんと人形使い説、幸子さんと人形使いがつながってる説がちょっと濃厚になりつつあるんですけど。よし、じゃあ行きましょうか。ドギファね。ドギファの東側のトンネルを抜けた先のなんたらかんたらって言ってたな。よし、じゃあ南エリア来ましたので、こっちかな、このトンネルかな。あ、なんか見えたな。 J うんたらって書いてんの。ラグナロッジ、ラグナロッジ、ここかな。江守先生が住んでるところ。うお、和風ですね。ジャパニーズですね。すごい。ああ、まあ江守さんとか幸子さんっていうぐらいだから、うん、そういう日本系の日系の人なのかなとは思ってたけど、だいぶおしゃんな風流なところに住んでるんですね。ちょっと待って、建物一つしかない研究室。え、ここの人なの、この家の持ち主なの。あ、幸子さんおる。さっちゃん、さっちゃん、さっちゃん、えい。近いうちに、はい、ミナゴであの事件で亡くなった方の合同慰霊祭があるそうですよ。あ、そうなんだ。私もお父様と出席させていただくつもりです。はい、もちろんお二人も出席なさるんでしょ。うん、多分次は会場でお会いできますね。幸子さん、これ幸子さんの部屋、渋いっすね。で、江守先生はどこよ。江守先生どこ。江守にき、どこ。これがそうなの。あ、ぽい。いやー、いらっしゃい。
心配していたんだよ。はい。顔色も良さそうで一安心だ。うん。手術の後特に体調に変化はないかね。ええ、先生至って調子いいわよ。うん。むしろ前より食欲もあるわ。うん。パパの分まで食べてる感じ。うん。食欲がね増してきた。それはいい、それはいいね。若い人はたくさん食べなきゃ。え、そんだけ。そんだけっすか。はあ、まあでもこれで何かのフラグが立ったっていうことで。おお、来た来た来た。ちょっと小耳に挟んだんだけど、はい、人形使いというやつが犯人だそうじゃないか。あんまりその話しない方がいいよ。殺されるよ。一体どんなやつなんだろう。きっと凶悪犯にふさわしい残忍そうな顔に違いないね。うん。いずれにせよ君たちはそいつと近いうち戦うつもりだろ。うん。今のうちに力をつけなきゃね。うん。ここの南のダークリバーならレベル上げにはもってこいだ。ダークリバー、珍しい動物もいるそうだしね。おお、それはありがたいな、その情報は。ダークリバー、ここの南のダークリバーにしても立派ですね、森先生。これやっぱ幸子さんと結婚してたら逆玉だったんじゃない。ここの南のダークリバーってこれのわしさんいるな。わしさんおるな。ああ、水中で戦うと分が悪い。いや、一瞬で死んだんですが。一瞬で死んだんだけど。マジかよ。え、あそこダークリバーじゃないよな。あそこがダークリバーだったらちょっと嘘情報なんですけど、もうすげえ腹立つ。もう腹いせに。せーの。これか？これのことか、ダークリバー。あ、あった、ダークリバー。ここか。ちょっと待て、ちょっと待て、ちょっと待て。絶対強いじゃん、こんなの。絶対強い。14、無理無理無理。レベル14無理。まだレベル10にも達してなかったはずなんで。うわ、イルカもいるな。ちょっと待て、ここで野営したい。いった。最悪な展開ですね、これは。最悪な展開ですよ。意外に勝てた。意外に勝てちゃった、エビ。そんな強くなかったな。っていうか、全然攻撃をしてこなかったな、エビ。そんなもんなのか。何あいつ。こいつは強いでしょう、ハマグリ。レベル19、無理無理無理。無理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 。こいつはカメ？カメ。レベル19、待って、レベル上げに持ってこいじゃなくね？強えのばっかじゃん。何こいつら。何この群衆。ミミズ、レベル21。ちょっと手頃そうなのはいないの、ここ。あれ？あれは？一匹すげえ怪しいのいるけど、調べられない。あいつはイベント動物的な、あ、調べれる。ヒル。レベル19。勝てそうなんいねえじゃん。戦ってみる？でも死んで、戦ってみて死んで、ここに戻ってくるまで金がないんですよね。もう、来るだけで金かかるから、南エリア。はい、録画を止めて、地道にレベルアップと動物集めをしていたんですが、留守電来ましたね。はい。結構上げたぞ、レベル。18まで上げました。で、動物も、うおー、すごいワシの大群。ヒョウも来た。もう今となってはヒョウも全然余裕で勝てるんですけど。はい、余裕。で、言い忘れていたんですが、猟犬、新しい猟犬、ムロさん。ムロさんを、雇いました。よし、じゃあ、うわぁ、もうわし。はい、倒した。じゃあ、早速、留守電聞きましょうか。誰じゃ、誰じゃ、エモリスさん。エモリスさんじゃん。エモリだ。はい。なんか、深刻そうだな。今、私と幸子はリンダの家に閉じ込められている。ん？どういうこと？誰に？驚かないで聞いてくれ。人形使い？ミナゴの人たちの死体が墓からゾンビになって出てきて暴れている。ん？原因はまだつかめないが、おそらく私の責任だ。え、どういう状況よ。どういう状況？だから私は覚悟はできている。
しかし幸子だけは何としても助けてやって。幸子さんは助ける、一生のお願いだ。いや、できれば二人とも助けたいですけどね。へえ、エモリスさんの何かの開発でそうなったってこと？ T ウイルス的な何かを開発してたってこと？まあ、とりあえずミナゴ行きますか。